さなの。お、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。いや、スローループ参戦決定です。いいですね、嬉しいですね。おお、ピンク身内と迷います。1月7日って言ったらもうアニメ放送始まってんですね。あっという間にもう冬アニメは始まってる。あんまり見れてないな。箱詰めとかも見たいんだけどな。日に焼けやすい。スローループ見ましょう。ということで、キュアに決まったし、キュアのマスコットに決まった人だ。やりきったわ、すごいわ。え、なんだったっけこれが。あ、そうか、これが私が頑張る。あかん、あかん。少しありがとうございます。すっごく助かりました。何するんだったっけ。ミッションじゃない。すみません、お願いがあるんですが、今大丈夫ですか。朝のトレーニング気持ちいい。じゃあちょっと行ってくる、待ってて。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。さあ悩みますが、とりあえずこれ青山ブルーマウンテンと言いますペンネームですよ。怖い怖い。お年玉です、なんちゃって。怖い怖い。緑、青。お待たせ、私もついてくよ。まあ大丈夫ですよ、覚悟して。みんなの力になれますように。ちょっとだなって。これで。まだまだこれからだよ。踏ん張りどころだな。これでガンガン攻めるよ。どうしようかな。使うか。行くよ。
でも全攻撃だったと思うんだよな。行くよー。タートロピカルビッグウェーブ。あ、で一人攻撃か。まあいいや。順番が上がる。トール結構優秀です。タマちゃんがお相手いたします。私一度マグロをさばいてみたかったんですよね。立ち消せ。私たちとやる気ってわけ。半端な攻撃は通さないわ。トールえい。一日一個のアイス摂取で医者いらずと言いましてね。悪夢を見ないためにもこれを使うわよ。武器。一日一個のアイス摂取で医者いらずと言いましてね。やらない。これなら。やらないか。武器。この敵だったら誰でも倒しちゃうよな。押してまいる。やるしかない。あ、そうか。勝ったのか。能力使うべきだった。スキルを使い忘れた。必要なスキル使うことを目的ですからね。皆さんに温まってもらいましょう。どんどん行きましょう。シャーリンじゃつまんないな。まあ、誰でもいいや、もう、これ。お待たせ。ボーナスがついてる人だったら。さて、どう対処しようか。この技で言ってみようか。正しいやり方は、一つじゃない。させるか。守られてばっかじゃダメだよね。これで少しは安心できるかな。助太刀出そう。覚悟して。まあ、ちょっと使い捨てしよう。決めちゃっていいかな。いくよー。こうすれば平気かな。こうすれば使えるかな。やめてー。壁になってもらいましょうと言いつつ、スキルついてないけどまだ遠いんで、一応やってみますか。アンコウの吊るし切りをやってみたいんです。これもチェンジですね。ここから先は通行止めよ。え、これ誰だったっけ。いや、あやななんだけど、これで十分でしょ。しかないか。お、まあボス倒しときましょう。まずは油断しましたね。思いっきりいくからね。私、なるほど、それでしてるの。花の傘張り技術には注目していたのよ。経験は無駄じゃなかったのね。みんな、ごめん。さあ、片っ端からと、夢も希望もな。サナー、いいとこ。何？ちょっと。その調子、お待たせ。それこれをこう、司法中の司法よ。あ、そうだ、使い忘れてる。武器。こっちかな。みんなと一緒ならできるよ。ナム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 。ちょっとねえ、大丈夫なの。武器。一日一個のアイス摂取で医者いらずと言いましてね。ではでは、こんなのはどうでしょう。はい、ここでイベ
うこういうのじゃなくて、イベントスチル。何から能力が上がった。あ、これ倒しちゃなあかん。致し方なし。致し方なしやな。どっち交代しても一緒だった。直接やってしまってよかった。メリーですね。お年玉です、なんちゃって。島にばっかりだな、親身がない。ブルーマウンテン、青山さんになってるよな。私もご一緒させてもらおう。全部あの失ったら強制的に出しましょう。こういうの苦手なんだけど。見せ方。お前らにはこれで十分。これでどうですか。いや、それは倒しときたいから、ね、これで少しは安心できるかな。耐えてもらいましょう。正しいやり方は一つじゃない。名前は耐えること。支援するぞ。うん、まあ倒さないといけないか。これで撤退、あやさにチェンジ。玉ちゃんがお相手いたします。足止めさせていただくのですよ。亀さんになれ、亀さんになれ、亀さんになれ。観念拾え、ここにあり。何かのもう、おい、ちょっとどこか商品は。俺間違えた、こっちだ。メアリウスとかアップするんだよな。使ってたわかんな。壁にしたい場合便利やろかな。当然自分が狙われることになります。ではではこんなのはどうでしょう。心の壁。まだここから先は通過。待つのは苦手なのよね。ではではこんなのはどうでしょう。ブルーマウンテンチェンジ。素敵なネタが見つかるといいですね。あーまあみんなと一緒ならできるよ。失敗したかな。あ、これ攻撃タイプじゃないんだ。さらに特製のおもてなしです。守りながら攻める。くれたわね。マスター、見守っていてください。防御力も大事よね。ここは私にお任せください。いいね。あの、体勢ができてきた。踏ん張りどころだな。当然これになります。ブルーマウンテンの技見せてみよう。邪魔よ。わし、強い。ちょっと敵が強化されている。もう一回。いいインスピレーションが湧きそうです。今年もよろしくお願いしますね。危ないですね。こんな時は失敗してしまいました。あの吹き矢を使ってうまくいきました。最後に攻撃力上げてクリティカル度もアップ。何かのもうさあ片っ端からと夢も希望もなさあな。いいとこ。何ちょっとその調子。お待たせ。それこれをこう司法中の司法よ。あ、攻撃にはならないんだ。結局生き残りましたね。ブルーマウンテンあと1ターンか。どうぞ。メイドお土産。メイドってやりました。ここは私は引き受けた。かなりスケールたまりました、ね、どうしたらいいの。あ、やばい、不幸になった。あ、ハピカ。いわね。あ、ハピカ。え、さてどうだ。あ、
ないか。最後の仕上げよ。さあ片っ端から溶かすわよ。ここか。これ一体。私だってできるんだから、うん、これなら、うん、攻撃したら死ぬからやるしかないな。この手が、トクトを見てくれ。何かのもう結局3連発。えい、やったね、お疲れ様。長い、ワード長くしたんだけど。お年玉です。なんちゃって。さあ、上級です。相手を選ばないとな。町交流。つくのって。彼女はつきますね。ひばりが丘さん。ちょっとやっぱ不安はあるけどな。頑張ります。いざ尋常に勝負。知らない、強いかもな、これ。ナム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 。油断は禁物です。一体確実に倒す。倒した。支援するぞ。どっちかに動いたら倒しとけ。思いっきり行くからね。行くよ。手に発動しません。気持ち悪い。大ダメ。まだまだこれからだよ。やめて。もう大丈夫です。大丈夫じゃない。心の壁発動。一番強いやつ。行くよ。行くよ。2万。ああ、あたしは負けられないし、負けないわ。このそんなダメージ与えない。みんなと一緒ならできるよ。くれたわね。死んだ、嘘。体力は良かったんだ。足止めさせていただくのですよ。もう一回やるしかないね。チャンス、最後の仕上げよ。さあ片っ端から溶かすわよ。あのね、私実は浪人。これはいけません。舐めすぎ、舐めすぎてはいけない。待つのは苦手なのよね。やばいからな、綾さとか。これなら、なんだかやるじゃない。一日一個のアイス摂取で医者いらずと言いましてね。よし、行くわよ。ぼーっとしないの。ぼーっとしないの。何やっぱ真ん中。致し方なし。来ていい。あたしの力見せてあげる。さあ片っ端から溶かすわよ。たけしたけど。やるしかない。し、このままじゃ。ってくれたわね。一丁やってみますか。
思いっきり行きます。倒せない。ほら無茶するんじゃないわよ。いけー。仕方ないわね。行くわよ。ほら、ほら、大丈夫。もう。なんでこれ。ドリフかな。なんとかなったわね。テストクリア。ただ相手が強いので何とも油断できません。甘酒を用意して。皆さんに温まってもらいましょう。もう怒った。倒しに行きます。有識のオーブにチェンジだ。シマリンレベル100。怖くない、怖くない、怖くない。2回目なんで倒しに行きます。こういうの苦手なんだけど。気持ち悪い。大ダメ。覚悟して。だいたいこれで倒しきれないんだからな。トウちょっとやばいな。正しいやり方は一つじゃない。覚悟してもらうぞ。だいたいさん怒る。やばいやばいやばい。これでも狙われる。通る。お前らにはこれで十分。守られてばっかじゃダメだよね。結構なんで回復しないんだこいつ。嘘だろ。支援するぞ。恐れになるしかないな。タソが。タソが。あーやばいやばいやばい。ほら元気出るよ。不幸弱くなった？もう大丈夫です。回復したよかったよかった。危なかった。心の壁発動。私実は脳にスキルが上がったが。トールンルンルンランランラン。まず万人拾いがいるようにしましょう。一丁やってみますか。これで決まりですね。どこ一体になった。ここか。やばいな。彼女もやばい。ちょっとアイサが狙われたらやばいなこれ。ちょっともうアイサ退場。戦うぞ。食らうがいい。いいや。通常攻撃でも倒せそうだな。シマリンだって1万。お前らにはこれで十分。あ、これ集団攻撃なんだ。たまには古くないやつ行ってみるか。と、あ、やばい。これ転倒しちゃった。やると終わっちゃうしな。突撃で。少しばかり本気を出そう。あ、トールが攻撃するんだ。何かのもう行くよ。あ、シマリンの。さあ、トロピカルビッグウェーブ。シマリンのスキルが見えなかった。勝ててよかったよ。うん、青はやっぱりちょっとやっぱりまだ弱いな。パワーアップしないといけません。超直面でやってるからな。お年玉です、なんちゃって。少し。ああ、ありがとうです。とても助かりました。
飼育船キャンペーンっていうのがあって、なんでしょうね、とっておき育成キャンペーンっていうのがある。超強敵ですからね、難しい。超強力メンバーで行った方がいいのか、それともこれでいい、適当、これでいいのか、悩みますね。最強メンバーがいいのか、これで行ってみましょう。キャーソビア、クヨのムーブになってますが、私に任せときな。さあどこからでも来い。強いね。ああこれ別に強い敵じゃないんだ。やられる前にやっちゃえ。なんで効かないんだ、この緑のやつが点灯してる限りは何があるかわからないからな。ああやるっきゃないよね。こわず皆さんの盾になるなら本望です。よっと、まだやれない。近づいたらぶつよ。私にだってできることがあります。まだまだ行くぜ。何行くの、なんかどんどんこっち来るな。やっぱり自分のヒットポイントが落ちてきてる。ほら手伝ってやるよ。やられる前にやっちゃえ。少しでも皆さんのお役に立てるなら。そういうことか。準備 OK。 時間制限なんだこれ。わっ囲まれてる。ダメージ効かないんですけど、自分はダメージ効くけるから、時間内なるべく取っておきを作るっていうゲームですね。お待たせしました。こんなところで力尽きてしまい申し訳ありません。お待ちください。ただいま戻りました。行かんかい。防御系のあれ持った方が有利ですね。え、なにこれ、必殺。あとなんだっけ。まあこれゼロだし、あ、防御系というよりは防御系とか鍛えるといいかもね。交代です。相手してやる。手へ貸すぞ。いろんな薬を混ぜてみたよ。それ、少しでも皆さんのお役に立てるなら。こういうことか。タフがない。あ、もうほとんど残ってない能力が。これを越して、あして、こうだ。グズな私でも少しずつ変わってるんです。少しずつ変わってる。動きが上がる。見ました。皆さんさすがですね。そういうことか。強気が上がるって、これね、とっておき育成はクリアです。超強敵というよりは収集クエストやりましょう。時間かな、足りるかな。
アズニャン。みんなを仕切るなんてできるかしら。うわっ、びっくりした。てへー、なかなかしぶといな。子供扱いしてやめないでください。ダメだ、死なせないぞ。こんな感じでどうですか。これなら大丈夫かな。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。派手にやっちゃいましょう。ねえ、やるからな。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。よし、覚悟しろ。アホか、なんでだよ、魔法で出せよ。サラダか、私に何かしたら次のターンでしばくぞ。いっそ気を引き締め、反省が足りないようです。マジか。待っててね、援護するから。立ち止まらず諦めないで。ん、これで交代。どうしよう。銀行。大丈夫？怪我したら大変。調子どうかな。そんな。使っちゃえ。盛り上がってきちゃった。おいで。行きます。封じられしコラボ。コーヒー用水を。いいですね。カロリーなんて言葉忘れなさい。そして実家のなんだ、和菓子屋、和菓子を買わせる。まさに芸道。日光を浴びてかぼちゃを成長させなきゃ。だが一安心だね。石を表示する。まあこれ使うしかないでしょうね。普通に。ここ。腕が鳴りますね。負けないぞ。気抜くと意外と怪我するぞ。攻撃しときます。ダメだ、死なせないぞ。これを受けたら終わりです。ちょっとピンチかも。なんか嫌だな。あんま無茶すんなよ。あ、本当か。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。どうすれば。なんか嫌だな。皆さんガンバです。もう痛い目見ろ。え、うまくいくといいんだけど。よし、殴ろう。これを受けたら終わり。好きなやつ、行くぞ。まるで修羅場。いった。見過ごせませんね。ここは耐えねば。この震え、大丈夫？怪我したら大変。調子どうかな。これ使うのか。よし、覚悟しろ。
クリさんの問いばっかり上がるな。オッケやってみましょう。みんなで走り抜けましょう。小倉先生、礼儀がなっていません。ちゃんと前へ進みましょう。ふざけてもどうなるか分かっていますね。言っておきまついだな。強いんだよな。これがモノバの刃、いろんなスキルみたいに立場としてはモノバの刃です。面倒だけど私がやらなきゃ。何やる。どっちが強いんだ。私も体を張らないと。体張ってほしい。えい。わ、強い。単独攻撃力が強いな。やったー、終わったー。終わってしまった。お、コンテンツルームでクリエクラフトを受注できるようになりました。だって上級までクリア。最後長距離行きましょう。みんなを仕切るなんてできるかしら。通常コルクは持ってないんですよね。うわ、出てきた。よし、やるか。通常も含めてコルクは。てへー、アホだな。命を粗末にする。いや、命粗末にしそうだが、これを受けたら終わりです。け、残り1体になった。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。ふれーふれー、みなさんガンバです。ダメだ、死なせないぞ。みんな無事に帰ろう。水島ここを越えたら。7だったのにな。よし、ノーマスリザード。進んでください。進んだ先に。さすがスノーマンブリザードです。集団技ですからね。てへいっそ気を引きし、みんなで走り抜けましょう。なっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。当たってください。勝利のデリバーありませんでした。で、こうかな。メイク力だけだったら本当に強いよな。アオバ、鈴風アオバ強すぎる。すみません、助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならない？
なんてね。ゲームのコンテンツルームは開きました。作りたいのか。床ちょっとまあブラックです。話がちょっとブラックすぎるんだよね。よく考えりゃ回復キャラ見せてるけど、おーっと、とっておきの育成場入場券が3ある。え、いつまでですね、いつまでですかね、とっておき育成場入場券って。ちょっとトレードしましょう。41分。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめ設置とかあるけど、これは63巻また微妙だな。星結晶もないし、低いものが活用特大箇所いってみるか。全部交渉成立。ねえ、土の大小かな。交渉成立。今のおすすめ。クエストキー金しかないのかな。これはまあ使えないな。あ、これで交換するんだ。交渉成立。これも別にそんなにいらんしな。交渉成立。交渉成立。いつまでどこが残ってるかわからないですが、青山ブルーマウンテンと言います。素敵なの。あ、超強敵挑戦できんだ。これが修羅場ですね。異世界で異世界。私だ。後日談行こう。いつかのお正月に。後日談全部見れるかな。あ、4日目なんで見れないですよね。多分全部解放されてないと思う。そうですね。ねえ。あのさ、何？あのね、そういえば、ふむふむ、なるほどね、うん、素敵です。イヒヒ。そうですね。お正月になる。開けました。お、まったく、ほほ、やったー。お、もしかして。ああ、そうだね。なるほど。素敵ですね。
手がかじかむと、つい。はい。えへへ。よっ。でしょう。ナイスだ。何？ああ、そうだね。ああ、そうなの。任せとけって。これいけそうだな。いつかのお正月にイオとついたお餅、美味しかった。一個だけ開いてない。事実は小説よりきなり。エクセキャンペアとっておきが3つこれでたまったってことなんで、まだもう3回遊べるドンってことですね。トランセンクエストもあります。これは当然超強敵なんで倒すの難しいでしょうね。まあ無理だろうな。ちょっと説明とかないの。いろいろパワーアップのものは集まりますが、今回やめときます。お、ニューゲームのクラフトクエストも開放です。時間ちょっとあるよね。これやって終わりにしよう。これでいきましょう。さっさと終わらせてしまいます。準備できました。行きましょう。私に任せしょい。気合を入れて、いざ。しっかりよ、あっち行け。お願い、間に合って。向き不向きがあるんだな。行くよ、みんなもお願い。参ります。キラキラの思い出よ、まるで力を。うわあ、皆様来てくれた初めての旅のすべてシャイニングダイヤリー。またお願いします。シャイニングダイヤリーちょっと強いね。イエーイ、キララさん見てます。体力の勢いだったら、まあ、問題は読みの中不調がアップ。
いろんなものが上がっていきますね。うーん、難しい。時間がない。今回諦めます。すみません。ありがとう。助かった。気にしないよ。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを介護だな。クリーム、ニューゲームのクリームーブがこれで上がるんですね。ただやってるだけじゃダメで、私の株に回数があるわけじゃないんだ。はい、ということでいろんなクエスト、あの正月やってるのでやってみました。新種育成キャンプ応援キャンペーン12市大集結育成クエストを中心にやりました。皆さんはぜひやってみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてこのキラーファンタジアはプレイリストを用意しております。ご覧いただければと思います。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。